それでは、コロナウイルスが世界経済に与える影響について解説していきたいと思います。私、大福と申します。よろしくお願いいたします。ちょっと待って、相手クリリンだな。クリリンだな。キエンザン！よーし、おやすみなさい。さあ、クリリンの頃かーって言いたくなるようなね、はい、眠りでしたね。はい。とりあえず、本当に、ビップだな、本当に。ビップだな、なんか手応えがないな。はい、とりあえずね、何か、この実況何かって言ったら、まあ、普段私は気持ちいい眠ろを当てるだけの、そんな役割をしてるんですけども、よいしょ。まあ、時々ね、でもまあ、たまにはまともなことも言っていこうということで、これ、スマブラしながらなんか解説していく、そんな突然、その、第2弾になります。第1回では、トイックについて、900点の取り方について解説しているので、英語が興味ある人については、その動画を見ていただけますと幸いでございまするというか、もう強いな、あれ。で、まあ、今回経済ということで、まあ、コロナウイルスとかが蔓延してて、まあ、なんか、企業活動とかも休みになってますけども、じゃあ、それがどういった影響になるのかっていうところを、まあ、わかりやすく解説していきたいなと思います。で、なんでお前が、ダメか。マジか。いやーすげえな、クリリン。自滅か、お前。栽培版みたいなことするな。で、まあなんで、お前なんかがそんなことを解説できるんだっていう声が聞こえてきそうですけども、私一応経済学部の出身で、で、あとまあ、私の経済学の知識はどうなんだと言ってくる人いるかもしれませんけども、まあただの学生で、というよりも、まあ一応国家公務員総合職の経済区分っていうふうな資格も持っておりまするので、まあそれなりの、知識はあるかなと思ってくださって結構でございます。で、その資格はあれですね、官僚になるために必要な資格でございまする。まあ私は官僚になる気はありませんが、まあとりあえずファッションで撮ってみました。よろしくお願いします。ということで、そろそろ決めていきたいところはある。まあとりあえずね、そんな背景があって、この動画を上げております。強えな。最初なんか手抜いてたんだな、多分。わざと手抜かれてた説がある。後隙を安易に決めていきたい。さあ集中。とりあえずね、まあやばっ、安易に殺していきたいんだけど隙がわからん。ちょっと集中していいですか。まあ2戦目でね、しっかり、じゃあ次はじゃあどんな感じかっていうのを解説していきたいと思います。どういう、まあ2戦目はね、次はね、経済学の、まあ基本的なところをね、解説していけたらと思います。しないな。ほっ。ああ、まあ、すっきりせんままに終わりましたけども、まあとりあえずこんな感じでね。はい。まあクリリンを殺したということで、私、フリーザ大サービスですということで、ありがとうございました。めっちゃクリリンだ。ありがとうございました。この服だけもちょっとなんかなかったな。あ、ミスターポポの服か。なかなか好きなようですね。魔人ブーとかの。あと、フュージョンした後の服にも似てますね。さあ、とりあえず戦闘力こんな感じになりましたね。はい。まあ、このまま下がっていくと思います。経済学のことを喋りながらね、スマブラすると基本的に脳が2つに分かれちゃうんで、普段の実況よりも眠るパワーが出せませんので、よろしくお願いします。さあ、次は、まあ、経済学の、まあ、コロナが与える影響ってところを、解説していくんですけど、その前に経済学の基本ぐらいは、知っといた方が分かりやすいのかな、ということで。じゃあ、まあ、ミクロ経済学のね、基本的なところについて簡単に解説していきます。で、経済学って、じゃあなんで経済のこと、経済効果とか分かるのっていうところなんですけども、あれってのは世の中をモデルか、写真をして考えてるわけなんですね、ドンキーね。で、つまり、まあ、例えば、まあ、いろんなプリンとかドンキーとかいろんな消費者がいると。でも、まあ、代表的な消費者ってのは、まあ、同じように、基本的に皆さん平均したら同じように動いていくだろうっていうことで、代表的家計ってものを作るんですよ。つまり、まあ、消費者のことなんですけども。代表的家計ってものを作ると。一緒。で、代表的家計ってのは自分の効用を最大化するように動いていく。まあ、いろんな趣味趣向の人がいるけども、その趣味趣向に沿って、まあ、効用。まあ、効用関数ってものがそれぞれによって定義されてるんですけども、ね、その効用を最大化するように行われる、消費が行われる。で、企業についても同様で、あ、わかった。まあ、企業についても同様で、企業はプロフィットを最大化するように、生産活動を行うと。ちなみに、で、その企業と消費者の、まあ、需要と供給が一致するところで、よいしょ。
一致するところが、まあ、市場っていうふうに言われていて、で、その市場が、市場で、一致するところで価格が決まっていくっていうのが経済学の基本になります。まあ、なんか分かりやすい図を出せたら出したいなと思って、パコタ。ごめんなさい。思っております。まあね、はい、まあ、こんなこともありますよ。よろしくお願いします。で、まあ、こんな感じで、家計は労働者を企業に提供して、で、そこからお金をもらいますと。で、お金をもらって、で、企業の方は、そのもらった労働者を使って、あと資本を使って、物を作りますと。で、家計の方は、物を、労働者を提供して、得たお金を使って、例えば物を買います。で、そうやってぐる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 と経済が回っていくんですね。これが一番簡単な経済の姿で、そこに海外であるとか、政府であるとか、そういった役割が加わっていって、それで経済をモデル化していくんですね。それが経済学の基本的な、ミクロ経済学の基本的なところです。マクロになるとまた話が変わるんですけども、マクロは大きく捉えるっていうので、経済を大きく捉えて、まあ式で、まあ表していく。どれも式で表していくんですけども、まあそんな感じですね。まあ、ざっくりと分かったところで、まあ経済学っていうのはいろいろと写真して簡単にモデル化してるんですよと。で、こんな感じで全体が置かれてるんですよってところが分かればいいかなっていうふうに思っております。カエデちゃんよろしくお願いします。クロちゃんのね、企画のカエデちゃんかなと思いますけども。すごいこの、キャプチャーボードでやってるとね、相手の名前が見えるんで、この、相手の名前も、名前についても触れることができるっていうメリットがあるんですけども。ただ、キャプチャーボードでやるとね、実はね、これ数フレーム遅れてるんですよね。私の入力よりも、映像の出力の方が。なんつったら、ポンコツキャプチャーボード使ってますからね。なんで、普段の力の半分ぐらいしか出せてないと言っても過言ではないと思います。さあ、何？ジャンプね。よし。あっ、安易に一気は殺していきたい。あーもう、ね、今、完全に俺、空母で、あ、出ました。やったー。空母でフィニッシュだと思ったんだけど。来ないか。いやーマジか。あーでかー。デブいな。ちょっと2連敗は避けたい。2連敗は避けたいんで、ちょっと集中しつつ、どこまでいったっけな。まあ現在学校は車掌した姿であるっていうところまではいいかな。で、次に話すこととしては、まあじゃあコロナがどういう風に影響してるのかってところが多分皆さん気になってこの動画を見てくださったかなと。誰もプリンちゃんがね、眠る、気持ちいい眠るなんて気にしてないの、気にしてないのかなって思います。よいしょ。このジャンプだな、こいつは。あ、終わった。すごいな、なんかめっちゃ負けてんな。ちょっと良くないね、流れが。まあ、次ぐらいで勝てるとして。で、まあ、コロナウイルスがどういう風に影響を与えるのかっていうのだと、大丈夫か、ノーマルバトルとか落ちない。それ恥ずかしいぞ。戦闘力が極限に下がってきてますね。まあまあ、ちょっと次の試合ぐらいには集中するとして、恥ずかしい戦闘力になりました。まあ、私、眠るのプレイヤーなんで、時々なんかビップ落ちしたりもするんですけども、なんか、極限眠るみたいなのをすることによって、ビップ落ちすることも全然あるんですけども、ちょっと思ったよりなんか負けててちょっと恥ずかしいなと。まあまあまあ、そんな時もあるというのがスマブラの。連敗するときは基本的にはもう連敗するんですよ、スマブラって。ナイス。どこどこ。連敗するときは連敗するということで、まあ次も負けたら負けたで仕方がないと思いながら経済学について説明していきたいと思います。で、コロナウイルスの影響で何がっていうと、私はまあ3点かなと思っていて、世界経済から、あ、やばい。日本が切り開され、ないなぁ、ちょっと。待って、待ってよ。待って、待って、待って。解説をさせな。よいしょ。はい、ガキガキガキ。ちょっと集中させてもらって、カーンと一発やらせてもらいましたね。まあ3点かな。世界経済から日本が切り開く。世界経済がまあ分断されてしまうっていう風な悪影響と、あと、実体経済。これリーマンショックと違うところなんですけども、実体経済からの消費が落ち込んでしまうっていうところの影響と、で、あとそれによって金融市場がまあ不安定になっていってしまうのかなと思っていて、まあこの、この3、あ、やば。あー、強えなー、鉄球。止まれないのか、これ。
届く？あれ？怖っ。ああ、ラッキー。え、これどうしよう。上に眠るかな。ああ、終わった。あねえ。よいしょ。お。あ、またまた。うまくいかんな。ちょっと普段の喋りと違うかな。まあ普段もなんか喋ってるときはあまり勝率は実は良くないんですけど。よいしょ。ああ三連敗。神のまにまに。まあまあまあ落ち込まずに行きましょう。こういう時もありますから、スマブラなんて。ということで、まあ私が弱いと思った人はまあまあまあその辺は、はい、私そんなに強くないんでよろしくお願いいたしますと。で、ちょっとコーヒー飲ましてね。まあまだ一方じゃないね。で、三つあるって言ったんですけども、世界経済が分断される影響等で、コロナによって、消費が、観光とか、そういうふうな消費とかが落ち込む、需要サイドから落ち込むっていうところ、これがまあリーマンショックとの大きな違いかなと思うんですけども、で、需要サイドから落ち込んでいって、企業の供給活動の方も、自粛せざるを得なくなってくる。で、それによって売り買いとかがなくなっていって、金融市場が、株価とかが不安定になっていく。こういう風な影響が、この3点が特に強い影響かなっていう風に私は考えていまして。で、まあもし、まあこのコロナっていうのがすぐに収まるんだったら何も問題ないんですよ。なぜかというと、別に一時的に潜在需要の方があるんで、一時的な需要が落ち込むだけで、そんなに大きな影響はないんですけども、本当だったら。確か、しかし、この長引くことによってね、多分人が死んでいくんですよね。それはコロナによる死っていうかなり悲しい方だけではなくて、この生活ができなくなって人が死んでいくっていう可能性があるんですよ。お金稼いでないわけですからね。その可能性がある。で、もしかすると本当に長引いてくると、食料とかの企業の供給サイドの方も減ってしまい、減ってしまって、で、供給量が少なくなってしまって、まあお金が、あ、いいね、ありがとう、おやすみなさいと。で、お金が供給量が減ってしまって、お金がないと物が買えなくなってしまうとか、まあ並ばないと買えなくなってしまうとか、そういった可能性も出てくるんですよね。はい。で、まあそういうふうなことによって1年とか続いてくると、人がいなくなってしまう。で、労働力がなくなるっていうふうなことはもうかなりでかいこと。本源的生産要素みたいな、ちょっと名前忘れちゃいましたけども、その本質的な資源がなくなってしまうということで、かなり大きな影響が与えられてしまうんですよね。で、さらに、まあ今回の影響によって企業の株価ガンガン下がってますよね。これによって企業っていうのはもう生産とかをいろいろ自粛せざるを得なくなってくるんですよ。だから通常と違う状態がずっと長く続いてしまうと、企業が潰れてしまう可能性が出てしまうんですよね。企業が潰れてしまうっていうのも、かなり、厳しい状況にあるのかな、というふうに思いまする。で、まあ、そういったところがコロナの良くないところかな、と。だから、あまり、短期間であれば、まあ、大丈夫なんですけども、かなり影響出ちゃってるんですよ、正直。こんなスマッシュ2発当たるなんて、集中してない証拠だな。集中してんだけどな。まあまあまあ、お子様ブンブン丸になってくれることを祈りましょうよ。ほいよ。本当にお世話するんで、まあ集中していきましょうか。まあそういったことが私が言いたいことでございました。はい。そんなに強いガノンじゃないと信じたいんだけどな。ちょっと聞くことを忘れて、集中。いけたか。よっしょ。はい、おやすみ。魔人剣はやめて、魔人剣はやめてね。よし、助かった。よいしょ。よいしょ。よいしょ。この木で戻す。有言実行。ミス。ミス。よいしょ。おい、おい、おい。にゃーん。あ、レッキー客か。レッキー客眠るもやりたいね。でもあんまりなんか今のところ、やりたい眠るが見つからない。横島ブンブン丸だな。横島眠るとかやってみたいかなっていうところはちょっとある。かなと思ったけど怖いな。やめといて。あ、恥ずかしい。今の転がるの前好きで知るのは恥ずかしい。よーし。よし、よく。よく来たな。いらっしゃい。
の勇気を叩いて後ろ蹴りで殺してあげました。あ、ちょっと手が来ていかない。いったーすげえ。ワンバンで死ぬバスケットボールプリンちゃんと、たまにはそういう可愛いプリン型もいいだろう。はい、おお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 おまあそういったことで、まあ経済についてはまあいろいろ喋れたんですけども、まあ言いたいことは喋れたということでこの辺で終わっておきたいかなっていうふうに思います。まあとりあえずこのままコロナが続いていくと、やっぱ人とかも亡くなってしまうっていう悲しいことと、あと企業が潰れることっていう、もうデフレスパイラルみたいなところが起きてしまうと思うんですよね。いろいろと自粛することによって。だからまあ、どうしようもないことはどうしようもないんですけども、このコロナっていうのはリーマンショックとかとは全く違う、スタイルで経済っていうふうな荒れていくっていうことがありますし、でまあ今後どう立て直していくかっていうようなところを、政府は今お金とかを入れて経済対策、財政政策とかを打っていますけども、金融緩和も多分限界までやってる状況で、つまりプラスで財政政策もやって、なんとか消費であるとか、その人が死なないようにしていますけども、まあどこまで効果があるのかと、全員に配れるのかっていうようなところはやはり難しいところがありますし、まあそういったところで今後政府の対応とかも問われるところですけども、なんとか、やはり人が全て塗って一番大事ということで、ちょっとでも早くコロナが収まってくれることを私大福は思っております。ということで、今回は経済について、まあ、ベラベラとスマブラしながら喋りました。今後とも、私大福の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。なんかガノンちゃんの倒し方が気に食わなかったんで、まあ、もうちょっと続きでやってるんですけども、あんまりなんかうまいことやりてない感じが2杯ぐらいとかしたんで、はい、まあいいんですけども、その辺はで、それは国際経済について喋ってなかったなと、国際経済が入ることによってどうなのっていうところは喋れてないなっていうふうに思ったんですけども、よいしょ、で、まあ、国際経済が入る、危ねーガードごと割れるところだったわ、恥ずかしかった。で、国際経済が入るっていうのは、まあ、簡単に言ったら、まあ、得意なところは得意なものを作れると、市場が拡大しますよね、その方がいいですよねってところなんですけども、でだからまあ安いものとかは得意なところが得意なものを作っていくので、安いものとかは例えば中国とかがやったり、ハイテク製品とかは日本がやったりっていう形で市場が分かれていて、なんかいい感じだったんですけども、今回コロナによってやはり全ての世界の経済活動が止まっているっていう状況なんで、いる必要なものが作れないっていうようなところがあるんですよね。だからまあマスクとかも中国が高く買い売ったりしてますけども、まあ市場がうまく働いてないんですけども、それはまあ市場がうまく働くなったりするしてしまうことによって、そういう悪影響が出てしまう。で、日本においてももう国内でいろいろやるしかないんで、輸出とか輸入とかぐちゃぐちゃなんで、まあ今までが市場が広がってお得に住んでるってところが、そういうのがうまくいかなくなることによって世界経済も不安定になってくる、そんな話があってしまいます。ということで、まあいろいろとコロナは良くない影響を与えてますよってことが喋りたかったと思いますね。で、まあダラダラ続けてしまってますね。ダラダラ戦闘を続けてしまう。Lil Mac。ヒガチャンバル。あ、チャンネルじゃない。YouTuber か。どうしたと思ったわ。違うよ。Mac とは、正々堂々。正々堂々。肉体対決をしていきたい。Mac のいいところは、剣を使わないところですね。やっぱり、剣じゃなくてピストを使ってるっていうところ。根性のピスト。カウンターしてくるかなと思うんですけど、根性のフィストを使ってくるところが Mac のいいところですね。よっしゃー、ごめんなさい、根性のフィストね。いやーやめてそういえばコナン君の映画が、あ、終わった。あ、金ホロドショーでやってましたけど、皆さん見たでしょうか。赤い周一のジローっていうところ、ガンダムを彷彿させましたね。シャア・アズナブルのところ、
まあそもそもあの人たちってそういうことなんでしょ。あのアムロと池ちゃん、アムロと池田さんはあのそういうことで起用されてるっていうふうな話は聞きましたけども、まああの落ちろということでおやすみなさい。ありがとうございました。まあ気持ちよく終わるのがあのこのチャンネルのねあのポイントなんで、はい、皆さんこれからの気持ちいい眠るの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。